よーし、集合。はい、こっち来て。今日からね、ナポハンでマイクラやっていきたいと思います。今回このナポクラとしてやって1回目に出場してくれたのは銀次くんと大根くんです。よろしくね。これから多分ドルムズとか白クマとかシエスタとかも出てくると思う。邪魔くさいな。出てくると思うから。まずはあいつらが来るために俺らが綺麗なあのマップを作っといてやらなきゃいけない。ということで第1回はみんなの住む拠点作りの場所を決めましょうです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。とりあえず、まあ、水辺があって、俺のね希望としては水辺があって平たい場所がいいんだよね。だから、あ、待ってよ、いいじゃん、そこらへん行こう。ごめん大根。あいつ取れ高を重視してちょっと一回ここで着地したのに自分で落下してったぞ。で死にきれないっていう、あの儚い顔やばいな。よし、じゃあでも大根の方にちょっと落ちて正解だわ。そっち側落ちて、マイクラはね、ちなみに俺あのスマホ版のマイクラとプレステ4版のマイクラ昔やってたことあるんだよね。プレステーションビータもやってたかな。結構だからね、やってはいるんだけど、なんかそのストーリー、マイクラの中にあるストーリーを進めたりとか、ダイヤ見つけるとかっていうよりもオブジェクトを作るっていうか建物を作るみたいな、そういうのに重視してやってたね。だから全然なんかみんなとやるとかっていうのはないな。ね、どう、ここ川あるからさ、ここら辺をなんか綺麗に整地してったらさ、いい感じの何かができそうな気はしないかい。おお、何ここ。あ、でもなんかここ穴あるな。もうちょいちょっと奥行ってみるか。そうだな、川が近くて木が生い茂ってる、ここら辺いいと思うんだけどな。うわ、何ここ、すげえ。え、何これ、落ちたら終わりだぜ。ああって。おい銀次、大根許せねえよなあれな、今の。いや、ごめんって。なんだお前、なんだか喧嘩かお前。やめろお前、お前が俺に勝てるなんて、お前10年やれ。絶対まだ俺の方がダメージ多いだろ。ほら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 、今見張ってた俺。よし、や、絶対やってやる、絶対やってやる。お前、よし、確変モード入るからな、俺。よし、やばい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 、よし、オッケー。代償がでかすぎるよお前。俺もう HP ミリやでなあ、もう。でも綺麗なとこに住みたい。こういうなんか穴あるとかってやだな。やっぱさ、ちょっと下の地形が綺麗なところがいいよね。ここら辺結構地盤が悪いんじゃないか。ちょっと移動しようぜ。おい大根、いるか。俺らは大移動するぞ。この初期位置を気に入らなかったからな。え、大根いる？迷子です。あいつちゃんと迷子になってんだけど。マイクラで迷子って致命的じゃないのこれ。ちょっと初期のとこに戻ってやろうぜ銀次。おい、いた。お前らなんで隠れてんだよ。ちょっとこっち行こう。こっちなんかさ、あっちの水辺の方行ってみたい。初期位置をもうさっさと決めて、いい家をさ、ドルムズとかシロクマとかシエスとか来た時に作っといてやろうぜ。こっち側になんかないかな。ちょっと大移動しようぜ。待って、なんだ。お、ちょっと来てくれ。なんか建物ある、あそこね。え、あそこ建物あるって。ちょっと行ってみよう。うわ、でも、え、行くの難しくね。めっちゃ峡谷みたいになってんだけど。腹が減ってるから走れねえんだけど。よいしょ、ちょっとここ行ってみたい。なんだ、お、結構しっかりした、やっぱ家っぽいぞ。お、誰か人いる。なんだこの人。あ、待って、やばい、この人ゾンビ、ゾンビ危ない、守れ、人がいるぞ、みんなゾンビから守るんだ。お前なんでそんな難しくすんだよモード。オッケー、この人何、あ、製図家だって。これは村、やばい、待って、クリーパーがいる。村が破壊される、クリーパーはあかん。ちょっと待って、この村を守ろう。誰か布団がないか。布団、布団っていうかベッド、寝たいな、もう朝にしたい。あ、朝になった、よし。待って、ゾンビにやられてる、ゾンビにやられてるやつがいる。あ、ゾンビになっちゃった一人、マジかよ。あ、銀次が死んだ。朝から大変すぎだろこれ、何この。え、村人ゾンビ倒さなきゃいけないの、ちょっときついな。村が見つかったのはいいんだけど、大根お前村でクリーパーあかんやろ。お前家消滅してる。村人びっくりしてんじゃん。やべえって。あつあつあつ、死んじゃった。最後に使用したベッドがなくなってるからアクセスできません。おい、大根のせいで初期リスポーンなんやけど俺。よし、じゃあ
最初の拠点はそこにしよう。その村を守りつつ、俺らは陣地を拡大していこう。したらね、住民もいるし、いろいろ楽じゃね。ナポハンだけじゃないから寂しくもないしな。俺も木掘ろう。まずはね、あそこの村を、確かさ、村ってさ、柵を置くんじゃなかったっけ、見つけたら。大根、あれだよね、村って柵を置くんだよね、確か。ゾンビが入ってこないように。はにゃ知能を失ってんだけど。おーい、ここめちゃくちゃのままやないか。お前家作っとけよ。ここの住人これからどうして生活すればいいんだよ。お前埋め立てしたからいいって話じゃないぞ。お、なんだ、一級建築士完成適当すぎだろ木の棒ってどうやって作るの。あ、これだ。で、斧作ろうか。仕方ねえ、最初だからゾンビ肉食ってやるか。石がないと作れませんよ。石ね、石ここら辺なさそうやね。でも、お、見事にない。あるじゃないですか。どこ、どれどれ、待って待って、村来てください。 OK。 何見てるの。まあ、バカバカバカ、そこはそこお家でしょ。なんでそんなおバカみたいな顔になってんのちょっと借りて後で返すの。ちゃんと返す、後で。返さないのあ木造建築に改造してやがる。あ、ここも村だ。あ、この村結構大きいぞ。こっちにもあんだ、村。すげえ、かぼちゃもあるぜ。あ、ごめん、なんか村人みんなどっか行っちゃった金鳴らしたけどどっか行った。ていうかベルがあったから、夜になってもゾンビにがさ来ても村人にそれで教えれば村人は助かるんじゃない、家に入るから。あ、やばい、夜になるぞ。みんなベッドの準備はいいか。さあ朝だ、今日も働くぞ。今日も村の整備だ。結構ここら辺綺麗になってきたね。まずはしっかり木を伐採しないとね。なんだ、お、銀次だ、びっくりした。なんだ、なんかあんの。あ、くれるの、ありがとう、ありがとう。そんなに来たのお前、偉いな。じゃあ俺は柵を作っとくわ。お前今ちっちゃい子いじめようとしなかった。あ、木くれた、あ、いい人や。なんだサイコパスかよこんなもんかな。こういう感じで柵を作っておくとゾンビが入ってこないと。何これ、この石みたいの、どう、あ、どうなのこれが、どうなんでしょう。おい、誰がそういう面白いこと言えてた。どうでもいいかムカついてきた待って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 、誰かがギャン、何してんの、何してんの、何してんの、あんたやめなさい、村人いじめんのはサイコパスしかおらんってマジで。なんか銀次が作ってる、マイハウスを作ろうとしてるよ銀次が。これ一旦寝ようぜ、夜になっちまった。はい、寝るよ。おーおー、村人が寝てるぞ大根がさ、大根が家爆破したからもう住民外で寝てるよ。まあやばい、クリーパーいた。雲と戦ってる大根が。よし寝ようさあ寝ようずっと見てくるさあ今日も朝は一日から頑張りましょう。結構村綺麗になってきたね、周り。こういう草の雑草狩りもしてあげないとね。結構切ったね。柵も結構置いてきたよ俺、向こう側。サクッとしてますね、手やねくっそ笑っちまった、悔しい。なんかあとは結構みんな綺麗にしてくれてるからな。おー、すげえ、ここら辺はピカピカや。あいつらちゃんと働いてるし、銀次は多分なんか自分の家を作ってるな。これ入ってみようすげえや、空が丸見えだ、みんなの家雨降ったらどうするつもりだこれ。こうなんか穴開いてるから埋めとくか。柵を作るのも大変。困ってる人いるぞ。どうした、なんか急に暗くなったんですか多分俺が埋めたとこがあれ銀次入ってたんだな。よし、うっしっし、なんか悪さしてるぞあいつ。なんだ、牛が笑うと、あ、くそあいつ仕事中独り言でダジャレ言ってんのか銀次、今のダジャレ何点、大根の
100点お前ら手組んでたのか。くっそ、味方がおらんやないかい。ここら辺をひたすら掘るか。聖地もね、マイクラの大事な醍醐味でしょ。まずは村のね、人たちが住みやすい環境、あとは動物もね、結構落ちたら上がってこれないとかが結構ここにはあったから、こうやって整地してあげて、しっかりね、みんなが住みやすい環境を整えてあげると。食料不足です畜産かなんか今んとこ俺らマジでサバイバルしてるよな。マイクラのなんていうの、エンダードラゴン倒すとかじゃなくてさ、マジのサバイバルから始めてるからな。汚れるの嫌なんだよなこの現代病名。しっかり外でな、泥に触れながら働くんだよお前。今の子にはそれが大事じゃ。もうサッと一回適当に置いちゃうぜ。サクッとねお前テイク2やないかそれ。お前ネタ切れしてきてるぞ。もうそろそろ作戦会議します。何ですか。あ、向かいます。ちょっと待ってください。作戦会議なんだ。大根が作戦会議とは。あ、はい、作戦会議らしいです。何ですか、この作戦会議の意味は。柵と作戦の柵をかけたいけど銀次、お前これ点数何点あげんだよ。いいのかわざわざ集められてこんなことだけだったぞ。何点だよめっちゃ顔見してる。100点中点点点うんうんこれ50点下回ったら死刑だからね大根首切られる前に 99% パーセントって何やねん点中って言っといてパーセントって何やねん。まあ助かったっぽいわ。99なら俺の勝ちなんかムカつくなくっそ、こんなために俺サックせっかくやってたのに。また仕事に戻るわ。もうなんだよ、なんで負けたのか明日までに考えといてくださいくっそ、俺負けたの今。ダジャレ気持ちいいですなこうなんて言うんだろう、なんて言うんだよ本当に。お前それ次第で本当にもう今後の命運がかかってるからな。お前自身のダジャレ半端ないってどういうことだよそれ。大阪半端ないってって言いたいのか。そうちょっと古いかって時代に追いつきたいこの頃なんだえって言ってるぞ。びっくりしてる人がおるけど俺と見つめ合ってなんだ、どういうことやねん。豚を食べられた俺と見つめ合ってた豚銀次にね、銀次に食べられたんだ名前つけたのお前動物に名前つけたらお前殺しちゃダメでしょ、かわいそう豚をぶったって名前。寝るぞ。なんかさ、さっきゴーレムみたいにいたんだよ。ほら大根来て、こっちこっち、ほらほら見て、なんかすごいのいる。なにこれ。あーこれね、俺のいとこ呼んどいたふっかるだなお前のいとこ守り神強すぎ。遠出してくる。迷子になんなよ銀次。お前その言葉が最後の言葉になるなよ。迷子になると予想安心してください、履いてますからなんかほらおい、大根の悪影響を受けてる銀次が、なんかくだんないこと言い始めたぞやるなやるなじゃねえんだよ。今んとこ俺マイクラの聖地で体力使ってるよりダジャレに突っ込んでることで体力使ってるからな。一番集中してほしい湧き潰しもしなきゃだね。あーなんだっけ、光がなきゃダメなんだっけ、敵が来ないようにするには松明か。大根のいとこさ、あ、銀次帰ってきた、帰ってこれたの、なんもなかった、何の成果も得られませんでしたって調査兵団かよお前ちょっとしょぼくれてるしいとこいいところにいるな。あーちょっと惜しいねそれは。なんかね、さっきみたいに綺麗なダジャレだったら突っ込んでやるけど、今のはちょっと平均点下回ってんで、突っ込みません。出直してきますプロ意識は高いんだよなあいつ家完成。お、そうこうしてるうちに銀次が家を作ってる。そうこう言ってるうちにね、俺もねいい感じにここら辺綺麗にできてきてるよ。家だけに入れて何もかかってない。お前なんか手抜いてきたなダジャレに。どうした、さっきまでのプロ意識をどこやったんだ。
ところで、なんだ？おでんって好きですか？うん、好きだよ。今ちょうど冬だしね、やっぱおでん食って温まりてえなって思うぐらい好きだよ。おでんの注文はお電話で。あいつ言い逃げしていきやがったんだ。それは100点きちゃどういうことなの、評価基準が分からないけど。これで土を5つくぞ。どんな学校だよはい、よし、皆さん柵をしっかりと最後まで作り終えました。褒めて、マジでいいね。そこの君、絶対俺のことだろくそ、待って、大根、柵から村人が一人出てる。あの人ちゃんと救出しといて。ミッションだ。お、入った。お、えらお前それ閉じ込めてるって言うやん頑張れなんで俺こいつらとマイクラ始めようと思ったんだろうさあ、ラスト1日やからちゃんとしっかりこれ頑張って気持ちよく終わるぞ今日は。お前閉じ込めた何してんの、何をしようとしてんだ。なんだ、なんかできた。どれどれ。ナポさん特徴、気性が荒い、ツッコミが雑になる、稀に面白いお前それ今日の感想じゃねえかお前触ってるだけなんだよなお前の場合触ってるだけなんだよ。大根、柵囲めてな。え、囲めてない。あれ、本当だ。やべえやべえ、ここもう時間がない、みんなで急いでやるぞ。今日の任務が達成できない、朝までにやるんだ。朝までじゃねえ、夜までに。こうしてなんか作ってる。なんだ、注意、囲めてませんくそ、マウント取られた。銀次悔しい。急げ急げ、もう夜になっちまうぜ。あいつ寝てる。くそ、定時で帰るやつだ。あいつ定時定時とくそ、今日も疲れたなまだ仕事してるやついんのに。これだからまだ若いやつはあいつまだやってんのかなくそ、いるなそういう社員、せいぜい頑張れよと。くそ、はい、ここで囲めた。オッケー、さあ寝よっか。もう銀次も出てるなこれきっと。遅いやつ誰だ。くそ、ちょっと待てよ、せっかくだから銀次のしっかりした家で寝よう。はい、ドア開けたまま寝たから怒ってる